今日の話を聞いてうへーってなる人もいるかもわかりませんが、健康運、金をね、上げたい人は必ずチェックしてみてください。こんにちは、矢野慶三です。幸運すまいチャンネルへようこそ。ところでこの数日ですね、夜更かしをすることがあって、先日開催した吉田純喜さんの講演会の、二次会とかですね、そういったものがいろいろ続いたもんでですね、結構夜不節制していたんですけども、そうするとなかなかですね体調が戻らないっていう、やっぱり年なのかなというふうに思ったりねするんですけども、学生の頃とかね、20代の頃は24時間じゃなくて48時間ぐらいかな、起きていてもねやれるぐらいだったのに、今はですね多分明け方ぐらいまで起きるだけでもう結構フラフラっていうふうなね、そんな感じになってるなということで、やはりね規則正しい生活の方がいいのかなと思ったりして、今ね一生懸命整えているところです。はい、ということでね、やはりその健康面とすごくつながる家の話、今日のテーマはこちらです。家にあるだけで健康運、金運が最悪になる今すぐ捨てるべきアイテム、5000って話を今日したいというふうに思います。家の中にあるだけで、運気が下げるもの、それね確実に私はあるというふうにね確信しているところがあるんですけども、特にですね今回は健康運と金運に関わるものを取りまとめるということをやってみました。なので今回はですね健康運と金運を最悪にする捨てるべきもの5000って話が手に入りますので、最後までご覧ください。そして動画の一番最後にですね質問に一つお答えするコーナーもありますのでお楽しみに。そしてね今8月中に Amazon で予約してくださいとお願いしている開運ハウスの方なんですけど、これね予約いただいた方はですね特典動画今プレゼントさせていただいております。概要欄の、一番上とかですね、あとはねコメントの一番上に固定してですね情報ね、そこの申し込み関係とかをね詳細入れておりますので、ぜひそこからですね Amazon の予約とかもしてみてください。ではですねまず一つ目からいきましょう。まずそれはこちらなんですよね、使わない段ボールなんですけど、どうでしょうか。あなたの家にね使わない段ボールどれぐらいあるでしょうかね。これねある人気をつけてほしいんですけど、なぜかというとその段ボールがですね、ダニの住みかになっている可能性が非常に高いからなんですよね。これね家の中にダニがいるかどうかってことに関してはですね、なんかね、なんか鼻炎的に、鼻がね出るとか、よく咳き込むとかですね、あとはね、アトピー性のアレルギーとかもですね、結構これダニに、つながっている、原因がつながっているというふうにも言われているんですけども、本当にねこういったことが家の中で起こっているとですね、すぐね段ボールがあるかどうかをチェックして、それをね片付けることをしてほしいんですよね。ですけどねよくね段ボールというのはいつか使うからとか便利だからっていうふうにして置いている方多いんですけど、とにかくねこれ置いておくのはやめていただきたいなというふうに思います。特に古い段ボールはダニがね本当に湧きやすいので、置いておくとしても新しい段ボールを1、2枚置いておくとかね、そんな感じでねぜひ対処してみてください。はい、そしてその時その2です。その2はですね、この1とつながる話なんですけど、読まない本なんですよね。これも同じような紙物なんですけども、紙媒体ですけども、例えばねこの読まない本っていうのはですね虫がつきやすいっていうのがあるんですよね。でそしてねこういう話をすると、矢野さんそんなこと言いながら後ろにたくさん本ありますけど大丈夫なんですかってねよくコメントでいただくんですけど、これらの本はですね私毎回手入れしてよく読む本なのでですね、虫が湧くっていうことはほぼないんじゃないかなというふうに思っております。ちなみにですね虫が湧くとしたらどんな虫が湧くかということなんですけども、まずはですねこちら茶たて虫とか、あとシミとかですね、あとシバンムシとか、そういった虫がですね湧きやすくなるんですけど、基本的にこれらのね虫は人体に大きな害はないとは言われてるんですけど、ただですねここで気をつけたいのがこちらなんです。これらの虫がですねダニを引き寄せる原因になっているということで、ここでもダニお前なのかっていう感じなんですよね。これねダニっていうのは本当に人の体に害を与えやすいので気をつけていただきたいんですよね。よくですね私が、例えば乾物とかを、普通に棚に置いているとですねダニがびっしりついて、それで、出汁を取ってその出汁を飲むとですね、ダニの死骸を飲んでるようなもんなんですよっていう話で、これうえーってなるような話なんですけども、そのダニが発生するっていうもの自体をですね井戸の中で、抑えていけばそういったこともなくなるんで、本当にですねこの、段ボールにしても本にしてもそうならないように気をつけてください。そしてねもしね虫が湧いたらどうすればいいかというと、本がね少なくて湧いてる本がちょっとであればですね、このガムテープとかコロコロでくっつけて退治をすればいいと思うんですけど、それがね大量になってきたらですね殺虫スプレーとか、あとね燻煙剤とかでですねその虫を退治しないことにはいけなくなったりします。なのでねこのあたり本当に読まない本とかをそのままにしておくとかいうのは気をつけてみてください。
そしてね、この時にこれ以外の方法でやってはいけないのがですね、掃除機でそれらを吸ってしまうということなんですけど、これね、掃除機でそれらの虫を吸ってしまうとですね、掃除機の中にその虫がねバンバン湧いてくるっていうのがあって、これこそうへーみたいな感じだと思うんですけども、これ本当に気をつけてほしいので、掃除機でね吸わないように気をつけてみてください。その次はその3です。その3はですね、着ることがない服なんですけども、この着ることがない服っていうのは、例えば、記念に、撮っている服とかですね、それか、まあ、いつか着ると思っている服とかでですね、もう2、3年以上着ていないなっていう服があったりとかしたらですね、実はこれらが家の中の匂いの元になっている可能性をね、知っておいてほしいなというふうに思います。このね、布類、まあ、衣服なんか特にですね、匂いを吸着して、そしてその匂いをですね、ずっと出したりするんですよね。そして家の中の匂いがどんどんね匂ってくればくるほど、人の脳っていうのはネガティブになって、そしてね、そのネガティブな状態のまま麻痺していくとですね、ポジティブな前向きな思いになれなくなって、そうするとですね、どん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 運気も下がっていくということが起こるので、家の中の匂いっていうのは元凶から立たないといけないっていうのがあるんですけども、そうなってくるとですね、こういう衣服がその匂いの元凶になっているとしたら、きっちりとね洗濯するとかしてほしいんですけども、まあそれ以外にもですね、例えばいつか着ようと思っておいている服っていうのはですね、どちらかというと過去に思いを馳せている感じで、そしてどちらかというとまたあの服が着れたらいいんだけど今は着れないなっていう風な感じで、ネガティブな思いが強く先行していることが多いんですよね。そこでですね、できればこのネガティブな思いに引っ張られないようにするためにはですね、やはりこの衣類をね捨てなきゃいけない、それか感謝して手放さなきゃいけないということで、とにかくね引っ張られやすくて運気が上がりにくくなるので、ぜひですね、ここでやるのはもう一回言いますけども、感謝して手放す、そしてねその後新しい衣類で自分の気持ちを新たにしていくっていうようなサイクルに入っていくことが、衣類に関してはとても重要だというふうにして知っておいてください。そしてその次その4です。その4はですね、この布類ということでつながってくるんですけど、薄汚れたカーテンなどの布類というのもね、衣類と同様しっかり考えてあげてほしいんですけど、どうでしょう、あなたの家のカーテン、今までね洗濯したことありますかとか、1年以内に洗濯したことありますかっていうふうにして、イエスっていう人は何の問題もないんですけど、カーテンって洗えるのって思ってる人はね、気をつけてほしいなというふうに思うんですよね。これね、相当に汚れがね溜まっていて、洗濯機にね入れるとですね、水が真っ黒になるぐらい、例えば二層式の洗濯機なんかでやるとね分かるんですけど、本当に真っ黒なぐらいになるんですよ。そしてね、それ以外にもですね、匂いがすごく吸着しているということがあってですね、このカーテン洗ったことがないままつけているとですね、すごい匂いがしているんですけど、住んでる本人が麻痺して分からなくなるということが起こります。なのでね、さっきの匂いのネガティブなスパイラルに入るっていう意味でも本当に気をつけていただきたいのと、あとはですね、汚れているカーテン、黄ばんでいるカーテンとかはもう見た目も NG なんですよね。なので、すごいすっきりした清々しいカーテンがかかっている部屋で過ごしている自分と、黄色く黄ばんでなんか薄汚れてなんかヤニがついてるんじゃないかみたいなカーテンの中で暮らしてる雰囲気と、そのどちらで住んでる自分の方が、気持ちよく過ごせているかってことを考えてほしいんですけど、これね、見た目としても最悪だったりとかすると、どんどんそこに、暮らしている自分のセルフイメージとかですね下がっちゃったりするんですよね。なのでね、この辺も見た目が NG なものを家の中に置いてるっていうのは良くないということですね、気をつけてください。そしてそれ以外にもですね、まあ、シーツとかカバーもですね、まあ、布類であれば、同様なのでしっかりとね洗濯するとかしてほしいんですけども、とにかくですね、まあ、この洗濯をするか、それとも買い直して新調するか、どちらにしても、構わないんですけども、一新させて自分の気持ちもねしっかり上げるようなことをしていくことが大切になってきます。この辺りはですね、まあ、健康運にもつながりますけども、金運として、しっかりとセルフイメージが高い、自己価値がちゃんと健全な状態である自分 で、まあ、やっていかないとですね、金運も上がりにくいんだということも知っておいてください。それでは最後にその後です。その後はですね、玩具に置いている〇〇〇とするものなんですけど、なんで玩具の話をするかというとですね、玩具っていうのは金運の要の場所でもあるからなんですよね。その理由は何かというと、玩具はですね、まあ、人を迎え入れる場所で、第一印象をいい形で保つためにはこの玩具が整っていることが非常に重要なんですよね。そしてね、なんで、人をね気持ちよく迎え入れる必要があるかというと、幸運っていうものはね人が連れてくるっていうところがあって、
って、そしてね、金運というのはさらにその人の感謝が連れてくるという側面があるからなんですよね。なので、この玄関で気持ちよく人を迎え入れるような環境になっていない場合はですね、幸運自体が上がりにくいので金運はね根本的に上がってこないんだということを知っておいてください。なのでここで知っていただきたいのは、玄関をでがですね人を迎え入れるのにふさわしい空間になっているかどうか、いらんもんを置いていないかどうかということになってくるんですよね。そこでですね今日のその後のタイトルにつながるんですけど、〇〇〇には何が入るかというとですね、ぎょっとするものっていうことなんですよね。なので、訪れる人から見てぎょっとするものが玄関にあったら NG なんですよっていうのがこのその後の話なんですよね。そして、ね、なんでこのぎょっとするものっていう言い方をしているかというと、このね例えば剥製とか玄関に置いていいんですかとか、人形置いていいんですか、絵画置いていいんですか、ドライフラワー置いていいんですかみたいな話があるんですけども、基本的にはですね置いている剥製がすごく可愛らしくて誰もぎょっとしないものであれば問題ないと、そんな風に捉えていただいたらいいというふうに思うんですよね。なのでですね、可愛らしい人形であれば問題ないですし、素晴らしい心が感動するような絵画であれば問題ないし、あとはドライフラワーでもすごくねセンスよくて可愛いとか綺麗ような、例えばドライフラワーであれば問題ないんですけども、ここで挙げているように見た目ギョッとするような剥製とかですね、不気味な人形とかですね、もう見たくがない、もう見ているだけで怖くなるような例えばそんな絵画とか、あとはね、枯れた花、もともととね、聖火でこう飾っていたやつがしおれて枯れているとかもこれ最悪ですからね、ただねドライフラワーでもきっちりね、管理しているようなものではいいですけど、ずっと置きっぱなしでほこりかぶっていたらなんとなくギョッとするんで、そういうところね、このギョッとするものっていう言い方をねぜひねうまくね、感覚で入れてほしいんですよね。なので、ここで言えるのはこのギョッとさせるものはすぐに処分するということをしてください。そうすることでですね迎え入れる人が本当に気持ちよく玄関に入ってくることでですね、そこからの流れでどん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 金運が育まれると、そのイメージをねぜひ持って、玄関を整えてみてください。はい、ということで最後にまとめをしておきましょう。一つ目はね、使わない段ボール、そして二つ目はね、読まない本ということで、このあたりはですね、ダニが発生してダニの住処になりやすいから気をつけてくださいって話をしました。そして三つ目のね、着ることがない服とか、四つ目の薄汚れたカーテンなどの布類、これはね本当にね家の中の独特の匂いをですね、吸い込んでしまって、それをずっと出し続けたりするんで、本当にね、しっかりと洗うとか、処分するなどしてみてください。そして、ね、最後のね玄関でギョッとするもの、このギョッとするっていうのがいいキーワードだと思います。ぜひね、ギョッとさせてるんじゃないかなっていうものがあれば、ぜひねそれは、処分するなり、片付けるなり、別の場所に持っていくなり、してみてください。はい、ということで、今日の話、実践できそうなところ実践してぜひね実感してみてくださいね。そして一つお知らせがあります。私は普段矢野啓蔵公式 LINE っていうのをやっていて、例えばここではですね、トイレで金運幸運を引き寄せる方法という動画をはじめ、あと4本ので動画をプレゼントさせていただいております。概要欄の2段目あたりにですね詳細がありますので、そこからね友達申請を押していくとですね、すぐにあなたの LINE のところにこの動画が届きますので、すぐにご覧になりたい方はぜひね友達申請をしてみてくださいね。そして私はねこの公式 LINE 以外にもアメブロではこぼれ話、 Twitter で日々の気づき、メルマガで家族に特化した情報、そしてボイシーで言いたいこと言いまくるということをやっております。すべて概要欄の下の方にリンク先が並んでおりますので、ぜひフォローをお願いいたします。ではですね、最後にご質問にお答えするコーナーですということでですね、今日のご質問者はこちらの、ワワさんですね。とても楽しく遡りながら読ませてもらっていますということで、どうもありがとうございます。一つ質問ですが、アンティークが好きでアンティークのミシンを置いていて、横に水差しのアイビーを置いて、香り物も置いています。アンティークは剥製と同じなのでしょうか。アンティークやアンティーク風なものが好きなんですがということで、今日ね最後の玄関でお伝えしたように、ギョッとするものかどうかということがポイントなんですよね。なので、ギョッとするようなものでなければ基本的に安心していただけたらというふうに思います。そして少し気になるようでしたら、そのアンティークのアイテム、小物ですね、今回だったらミシンとかかも分かりませんけど、そのミシンにですね、例えばホワイトセージとかモグサなんかをですねちょっと、いぶしてですね、その煙でバーッと一回、なんていうか、それ自体を浄化させるようなことを、すれば、さらにいいんじゃないかというふうに思います。なのでね、気になる場合はそういった形で対応していただけたらいいと思います。キーワードはギョッとしないかどうかですよね。気をつけてください。はい、ということで今日の話はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に素敵なことを心からお祈りしております。最後まで聞いていただいてありがとうございました。